今度はここへ一通りパーツを試しているところです。多分相当いると思いますよ、ガタガタ。これ以上こっちへ向かないですから、少し上かな、この辺までしか映らないかもしれないな。この辺りまでチェック。インジケーターは見えませんから、多分これで入ってると思いますけどね。はい、録画中です。この辺りまでしか映ってないでしょう。この辺りまで、うわ、映るかな。こんな感じでいつも撮ってるんですよ。あ、これつけるの忘れた。ここから引っ張ってピョンとね、落下防止と少し引っ張ることでテンションかけてます。私のこれ、フォルサ君、右手だけでエンジンスタートできるんです。さあ、ちょいと撮ってみましょうか。いくよ。多少真正面なので邪魔だね、これ。あ、すげえ邪魔だわ、これ。あんた邪魔。ねえ、上向いた？ポジションはあまり良くなかったね。自撮りするにはいいんだけど、向こう側向けますよ。ピョン、よっ、やっ、ちょっと待てよ、反対側、間違えちゃう。よっ、この状態だとここの中の赤い点滅が見えますので、録画中であるということが分かります。さて、行きます。すごいわ、振動でもちょっと緩めにしといたらもうアウトですね。相当きつくしてあるんだけど、うん、ここは無理があります。多分長く走ってると下向いちゃうでしょうね。このポジションでの撮影はあまりよろしくないということが分かりました。要するに視野の妨げね、ちょっと大きすぎるからね、ダメ。ストッピー、こっちじゃない、こっちだ、こっちもストッピー。YouTube でご覧の方は、ホクを押して登録してね。 Facebook 動画では、アイコンまたはリンクインフォより登録をお願いいたします。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。